第1回のやちゃぼう狩りは完全に失敗に終わった。それはうちわ揉めがあったとか雷雨にたたられたというよりも、もっと根本的に考え直さなければならぬ問題があったようだ。早い話が、山狩りの前日から当日にかけて、やちゃぼうは確かにその山の中に潜伏していると信じられていたのに、当日朝は早くもゴリも離れたどこぞの集落の山畑で発見されたというありさまである。古老が言った、徒労が的中したわけである。それで今一度集落民総会をもって対策を練ることにした。ハブに右足をやられてチンバを引く、名を松太郎と呼ぶ、とぶれ役の男やちゃぼうからヤギを盗まれたというので、やちゃぼうを恨むこと人一倍で、従ってやちゃぼう征伐の会となると、力の入れ方も非常であった。カチカチカチと拍子木を叩いて、よりゃえほーいの触れ声にも威勢があった。そういったわけで、最近の集落会議は集まる人が多く、表と裏いっぱいであった。お弁先でありますが申し上げますと言って口を切ったのは、この間から消極論を唱えている例の古老であった。どう考えても山狩りでやちゃぼうは捕まれっこはないと思う。神出鬼没、山は広いし、昨夜のうちに逃げ出して今夜あたりまた舞い戻ってきておるかもしれぬ。山は何と言っても奴に血の利があるから、相撲はこちらの負けだ。それでな、焦らずに持久戦で集落におびき寄せる以外に方法はないと思うが、皆の衆どうお考えですか。青年一、ところが集落におびき寄せると言っても都合よくその手に乗ればだが、よしや集落に近づいてもだ。集落民の警備網をくぐり抜けるくらいのこと、奴にとっては朝飯前だ。いくら持久戦と言ってもきっとこちらが根負けする。結局山狩りと同じことだと思う。青年さん、尺だなあ、残念だなあと言って歯ぎしりする。その時室氏青年の父が手記を帯びて入ってきた。競技中恐れ入りますが、私は今日山に登った青年の人々にお聞きしたいことがあってまかり入れた次第ですが、はっきり答えてもらいましょう。と申すのは、今日山でうちのせがれ万太郎を捕まえて、沖縄人のくせにとか、やちゃぼう同様だ、叩きのめしてやれと言った方があるそうだが、沖縄人であることが何が悪いか、せがれがやちゃぼう同様とはどういう意味か、それが聞きたいのです。言葉遣いには用心深く崩れたところはなかったが、その声や態度にはただならぬ決意のほどが読まれた。険悪な空気の中に一座しばし沈黙が続いたが、一青年、室氏おじさんは言葉尻を捉えてお咎めになりますが、今日万太郎くんのやった仕打ちご存知ですか。そうだそうだとの声援あり、とにかく今夜は集落共同の敵に対する重大会議、内輪の問題は後回しにしてください。下がれ下がれ、酒くらってきて何の文句だ、詫びはそっちからだとヤジの声。よろしい、我々親子を、いや全沖縄人をいい加減バカにしろ。今の言葉は何だ。それがお前らの腹なら俺にも考えがあるぞと言うや否や、目にも止まらぬ速さで今悪口を言った青年を取って投げた。青年はうーぬとうなって庭に投げられたまま伸びてしまった。ご視聴ありがとうございました。お気に入りいただけましたなら、チャンネル登録、高評価ボタンいただければ励みになります。